竹富国金から1931年11月17日は、日本海軍の軍人、海軍中将勢4位、軍に投稿3級、救命、福地元六、佐賀藩士、竹富秀行城の三男、1872年に海軍法術生徒となる、1877年2月、海軍省尉保に任官室水路局出勤、 1879年11月、海軍将尉に昇進。以後、参謀本部海軍部第三局会員、横須賀陳府参謀、山和、何和の各分隊長、海軍参謀部出資、在朝鮮公使館付、武官、佐世保陳府参謀などを歴任。1893年12月、海軍少佐に進級。日清戦争時は、横須賀陳府参謀。 海岸暴露監督官を務めた1895年7月、軍令部出資となり、以後、台湾総督府参謀、泉、松島の各副長、赤城艦長を歴任。1897年12月、海軍中佐に昇進。1898年6月、東宮部下に転じ同年10月、海軍大佐に進級した。 1901年7月、岩手艦長に就任し日露戦争に出生。1905年1月、海軍省省に昇進し、第3艦隊司令官となり日本海海戦に参戦した。同年6月、第4艦隊司令官に転じ、以後、第3艦隊司令官、南進艦隊司令官、海軍省軍務局長兼召喚会議議員、大港洋行部司令官を歴任。 1908年8月、退名となり、1909年8月27日、海軍中将に進むと同時に、予備役編入。1914年3月1日に退役した。ありがとうございます。